始まりました。こんばんは。飲食部門。飲食部門です。今回はちょっと違います。お？いつもの飲食部門ではございません。なーに？今回はココイチですね。ココイチ。ただ食うだけではございません。怒られたで。これちょっと注文します。喋んなっつって。今回はただ注文するだけではございません。ココイチだったらライスの量を選べるんですっけ？いっぱい選べるでしょ。選べるんですね。今回僕はライスの量を1キロにします。まあ理由はね、1キロ食べれるっていうけんね。おーおーおー、そういう話多く企画ですよね。だからいや企画っていうか食べれるっていうけん、おーじゃあ食ってみろっていう。あ、そういうことね。そうそう。え、だけさ、うんうん、あれや、はい、全部食えたら俺出すよっていう。あ、そっかそっかそっか、うん、全部食えたら俺が覚えてくれるんですよ、うん、で俺が食えんかったら俺の2人でどっちかが、そうそう、俺が食えたら0か100よ。そうそう、こっちが100円ずつ全負担で、うん、俺が食えんかったら俺が全負担ですね、今回、うん、2人分で OK です。食えるっていうけ行きましょうステーキは1キロ食ったことがあるステーキはね、まあ無難にやっぱポークカレーですよ。ポークカレーもうベーシックなのに行った方がいいです、うん、もう変にこういう物質を入れたらもう俺多分その分グラム上がるんでまずポークカレーです、うん、でライスがどうすんのこれ、これ増えて加算、これ俺700個選べてるんです、これ。え、違うくんですか、え、1、え、ん、そういうことこれ、ううことプラスじゃないですかこれ。あ、そういうことか、マイナスになってる系か、うん、これが実重量か。で、これは1キロやべえ、うん、これ、うん、1キロ、やばいね。700円も上がるんやね。すごいね、もうこの時点で1200円ですからね甘口でいく。でもそんなもんか、安いね。確かに。で甘口ちょっとね、ここはね味変していく、うん、あんまり刺激ないようにこうで、トッピングスもだよ。トッピングや、トッピングをいるんすけど、いつものようなトッピングしろよ。いつも僕キノコとか入れてますよ。じゃあ入れよう。で基本まずですよ、まずはチーズ、これ絶対、これ絶対チーズ、絶対チーズ入れてかんと味変わんないんで、地獄っす。あとの極力噛まずにいける味のするやつ。追加トッピングはありよ別に。え、そ、あとはどうってことですか、うん、あ、そういうこと、苦しくなって減りはせんけんね、だって。ああ、まあそうですね、まあ、とりあえずはキノコとチーズ、うん、これで攻めます、うん、ちょっとやばいな、キノコこの時点で1700円です。まあ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 別に、ちゅうことで、じゃあこれでいきます。ゴー、これでいこう。ゴー、注文。ガーリックとかもありだよね。OK、 GO、 行きましたということで注文しましたので、待とう、待ちこれ、待ちましょう。来たねこれ、あのこう持ってくるじゃないですかただこう皿の上に米がこうなっとんすよ。終わったと思ったね。まあでも、え、ブーム？米1に対して。いや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 、こんなもんでしょ。こんなもん、これ、オムライスか思うやん。これはちょっとやばくない？こうや。まあ食いましょう。いただきます。まあとりあえずね、チーズの気持ち程度ですよ、ね、トッピングの量は変わらんでしょ、だって変わんないですね。あ、いけるわこれ、うまい、うまい、うまい、いけるわ、いける、全然いけるわ、うますぎ。俺これ300なん、ほんまに。これの3分の1層だって余裕か。うん、めっちゃ多く見える。余裕っすよ。いける、いけるけど全然余裕。回しとった方がいい、まあ、最初は余裕やけんね。そうっす、まあどんぐらい大食いっていうのは先輩に聞いたんですよ、大食いの、うん、知り合いの、うん、ペースを落としちゃダメって言うんです。早くも行きすぎず、うん、遅くてもダメ、うん、常に行って、それを今回は
見せするはい維持させながら頑張ります。うまい。うまいっすか。美味しいよ。うまい。食べづらいけど。食べづらいですよ。うん。お腹いっぱい？いやいや、まだまだ全然まだ。腹がいっぱいです。まだいける。チーズが結構邪魔、これ糸引いて思いの感じで待ったりとりあえず取ってください。俺が食べ終わるまで。そうですね、とりあえずは食べましょう。いったもう僕は食べることないんで、これをまあね、俺が俺だけなん余裕今んとこいける。チーズが邪魔。もうなんかまつわりついてこう糸引いてタッピング変えればいい。もうすごいですよ。すごいこれめっちゃ糸引くんですよ。余裕そうやね。なんか意外とそうじゃない。こんな苦しいね。もうやっぱペース落としたら一瞬で多分やばいです。半分ぐらい。半分より食ったぐらいか。うん。65% ぐらい。腹はちょっとスペースない。ないこの時点7、8ぐらい。うん。これちょっと食べたらもう終わりです。ねえ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 。お、噛み出したね。一点攻め。噛むとやばいよね。満腹中枢が。血液されて。お腹いっぱいってなる。噛んでこう、噛んでこう。いけそうやん。わからん、俺は。ちょっとね、なんか胃がね、張ってきた。あ、もう余裕じゃん。あとちょっとじゃん。10時来たらあれや。やばい。でももう10時になると閉店の時間で。急にあの、飲み込むと、締まりだした体が。喉が。胃の手前に切ってもちょっともうええってんね。でももうあと100ちょっと正直思ったより食えば俺が思ってたよ。じゃあ余裕あっ入ったら終わりで入ったら終わりっすね。ルーがなんか意外と入ってんだこれ。頼めばいい。いやもういない物質はもう必要ないな。意外とでも行きつける、行けるか。あ、これめっちゃ痛い、今ギブアップ。あ、行ける行ける。うわー、チーズは後入れだったっすね。ギブアップ序盤から、いや違うって、ギブアップって時間かけたら食えるで、それ。最初なくてよかった、チーズは。後からブーストで入れたかった。それは自分が勝手に決めただけやけど、それは反省点だ。終わって反省しとってや。動画ガイル。インスタで？うん。インスタライブで。あ、はい、大丈夫です。はい。はい。いいってそういう演技せんで、本当にピルっていけるやろ。いやなんかね違う。なんかね胃の内側からね。もう閉店ってよ。
やばい。まあでも言っても15分ぐらい。それ早いですよね。はい。まあ一応ね、閉店時間なんでお金は僕が払いました。まああとっすね。まあ何時までここで やるかよね。ここまで来たらもう行けるっすよ。楽そう。まあ5分までじゃない、2、3分だと。これあとの時間、あ、やば、あと2分、ラストスパート。5分になって食えてなかったもん、ダメ。もうルーム舐め切らねえ感じ。ベロマジ。それに追加料やば。やばない。あ。あとちょっと。これしょうがないさ。うわ、余裕やね。おやだ。クリア。うわ、危ない。20分ぐらい ?15 分ぐらい ?15 分か20分ぐらいか、だいたい。人生最速で最大食ったかもしれない。マジで。結構やばい。やばい。ステーキ食い放題行った時に。まあまあ、喋りは外よ、もう。もう閉店の時間なんで。出よう、とりあえず。もうね、このお持ち帰りの持ってるぬくもりですら腹が立ってくるね。この食べ物ってだけで。うわ、やばい。余裕あった？あ、思った、いや、ちょっとね、微妙な気持ち。食えたけど、思ったより余裕じゃないね、これ。後からこんなに来るもん。やば。うわあぶねー、あぶねー。入ったね、なんとか。またさんと。これやめん。いやー、勘はこれ、はい、渡してよ。あげた、買いました。カエル買ってきました。ありがとう。開けていい？どうする？開けていいって、プレゼントじゃあるもんし。俺が見えんとこで食ってほしいっす。ああ言っちゃった。お腹すいた。反応食う？やだ。あれはもういいよ、俺。うわー、めっちゃうまそうじゃん。もうありがとう、揚げ物三昧。これこいつ揚げ物入れてなかったっけね、トッピング。あ、足りんかった。あれ、俺海鮮三昧って言ったんですけど。海鮮三昧、これ。いや、ちょっと海鮮三昧じゃないよ。お前、シーフード三昧。海の幸カレーが好きなの。あ、そうか。うどうでもいいもん、そんなことは。ほんと食べた、これ食べていい。食べていい。ありがとう。これタイトルあれよ、疲れてる青木さんにカレーごちそうよ。全然俺から全然関係ないじゃん。ふざけんなよ、マジで。関係ないじゃん。いや、本当食べた、1キロ食べた。いや、確かにこれサムネになりそうだよ、米。1キロ食べた。食べた。1キロ、米1キロ、うん、ルー。どうした、急に黙り込んで。これどう、これカレー美味しそう。
ってる知ってる、いただきます。すいません、揚げ物食ってないけいいんじゃない、いらん、ほんまに白くったん、一応一応測ってはないけどね、しっかり800ぐらいだったよね多分あれ。え、そうなの。米1キロだったとして、うん、ルーもあるわけでしょ、うん、でキノコも頼んで、うん、チーズも頼んだんですよ。チーズもいったん。チーズたす。いやー、ビジネスにはやばいな。うん、だ最初からこう最初からもう邪魔でしかなかった。最初から味変しとったけどね。ペースの邪魔でしかなかった、あいつマジで。あいつ後から入れるんだよ。じゃあ次あれやね、リトルのチャレンジ、二郎系じゃね。そうですね、近くにね噂の二郎系ラーメンが洋次郎あるということなんで。マジで一郎食った。一郎マジ食ったっす。すごいね。いやもうあの僕は先輩がおるんですよ、その、ね、あの知り合いで、うん、大食いできる人がおるんですよ、うん、バカみたいに。その人に、うん、あのペースを落としちゃダメって言われて、うん、早くてもダメ遅くてもダメ、うん、自分のペースをずーっと続ければ、うん、一番食えるらしいって聞いたんで、うん、それ実践公開したら結構いけたんですよ、うん、早かったですねペース。早かった、普通に15分とか止まることなくザーッといったんですもん、うん、最後辺そう、残りの 300g がやばかったです。俺もね、800ってことあるけど、はい、きつかったもん。きついっすよ、後で来る、マジで。そう、後で来る、やばかったもん、はい、今ちょうど俺針刺されてる気分今。どれ、この時はなんか、あ、またいけそうってなる。うわぁ後ろ見たらマジでやばい時と思って、マジで知らんよ。ここまで来るもんじゃん。そうそうそう、ここら辺が針でガーッと来て、ガーッと来てる。キュッてするよね、やっぱキュッてする。途中から拒否し始めたんですよ、彼が。俺あの、散々飲んだ後に最後の締めであの天一の目がいってるんですよ。うわ、やばっ。あれ、マジ引いたけね。天一ってだけでも嫌だもん。こんな丼で来たけど、ほんまに。うわぁ、うわ。で、俺それ知らんくて、あの、あ、頼んでてけって言われたけど、あれだーって、ね、なんかゆで卵昔めっちゃ食えたって言った。あー、無料じゃん。5、6個食いってから、すごいやあんなん食えんかった。食った後に、大好き、帰るで、タクシー乗れやったりで、無理っすって断ってもタクシー。あ、吐きそうやけど。吐いたよ。吐いた。無理です。だともう、ほんとここまで来たってラーメン。ここまで。こんな、もうな。もうこんな状態だと首、もう顔下向けたら出るんで。もう無理じゃん。ネガはやばいっすね。天一の濃さで。あれ、やばかった。え、全部食ったんすかそれ。食えれんかった。うーん。うわ、食え食えやつ。食え。普通手伝ってくれて、いろんな人に。ここまで来たよ。やばい、やりとる。え、正直あのペースはあれですか、動画にならんぐらい早かったですか。逆にいやでもっと苦戦してもよかったですか。いや、ちょうどよかったと思う。なんなんそれ、使うんここ。いや、分からんすけど、どうなんかなと思って、なんか俺自分で食いながらちょっと早くねと思って減るよ、まあ、でも大食い止まったら終わるじゃん、実際も終わる終わる、終わったらもうそこで残す確定みたいなんですよね。まあ、あとなんかちょこちょこ食うだけで逆に時間が、あ、引っ張るだけみたいな。やばいわ、食えたわ、ビビったわ、俺食えと思ったわ。じゃあこんな感じで、はい、また次回ですね。じゃあジロー、ほんまジローかな。ジョージロー一回、あのチャレンジローはやばいぜ。チャレンジローがあるんか、うん、チャレンジローはあれ時間制限ないけん大丈夫ないけど、多分カレーの10倍くらい出てくる。え